はい、え、もういいですか、はい、すいません、あ、じゃあ、はい、じゃあここからはあの年末恒例 KKPTV の、後編やりたいと思います。前編はですね、星さんと大浦君がもうやってるんですけど、ここに書いてございます、葛飾区公式 Twitter の、今年のリアクションが多かったものトップ10の、まあ、第2位まですでに終わっております。まあ、他の動画でぜひご覧ください。で第1位は部長にめくっていただいて発表するという形になります。めくっていいですか？はい、大丈夫です。じゃあめくります。はい、はい、じゃじゃーん、はい、今年一番皆さんに見ていただいたのはこちらですね。10月の台風19号の避難勧告のツイートが一番たくさんご覧いただきました。皆さんありがとうございます。130万、これはもう、はい、もうこれだというふうに思いました。はい、やっぱりあの自身ね、今ちょうどね年末の警備って言いますね、はいはい、各町会で一生懸命夜景に回ってもらってます、はい、でその際に、まあ、いろんなお話するんですけど、やっぱり台風19号の話がもう断然多いです。そうですか。こういったことについてね、はい、やっぱりこれから地域としてそれから個人としてどうしていくのが大切か、もちろんそういう時に行政も役割あるわけですね、はい、自助、共助、公助ですけども、はい、公助への要望よりも自助、共助がどうあるべきかということを皆さんとっても話をされていました。あのそういう意味ではですね、こういったことについて関心を持っていただいて、災害を減災できる体制、これからみんなで一緒に作っていかなきゃいけないなと思っています。はい、ありがとうございます。ということで来年もあの引き続き区の公式 Facebook、Twitter でさまざまな情報を発信しますので、ね、130万件、ね、いやそうなんです、たくさん見ていただいて、はい、来年もよろしくお願いします。で終わりで、はい、はい、じゃあこれで終わりにします。じゃあ区長あと一緒にだ、はいはい、じゃあまた来週はお休みです。年明けからご覧ください。お願いします。